でんぷんか。こういうところでもし転んだだけでも大変なことになる場合がありますね。素人が見てもわからないですけどね。開けてないじゃん。まあさすがにこれを開けるバカはそうそういないですからね。やばいってこと？いやもう死ぬ可能性が十分あります。え、実際たくさん動物死んでますからね。ここで違法な動物実験繰り返して、もう猛毒注意、塩化カリウム濃度持って帰りますか。いやまた普通に触ってるし大丈夫、ただフォトビンだけだから中身は出してないんで、ただとか言って落とさないでくださいよ。日本語が書いてないから何が入ってるのか分かんねえ。まあほとんど化学式とかですよね。頭がいい人間はそれだけでパパッと分かりますからね。うわここはカメムシがすごいな。カメムシとクワガタがクモの巣にかかってみんな死んでる。微生物学的検査室。うわまたここも、うわエアシャワーがある。生まれて初めて見たわ。あ絶対やばい部屋だ。やっちゃった。やってちょっとくらい大丈夫かみたいな感じでね。